対0、4回の裏、ドラゴンズ6番の山崎から始まります。この回は山崎、井上、中村、怖い下位打線です。1回目の打席、山崎はフォアボールを選んでいます。藤浪さん、ドラゴンズはこの回は怖い下位打線、はい、まあ、一番ね、はい、頼りになるバッターが揃ってるんですけども、そうですね、まあ、上位よりもむしろこの下位の4人、はい、まあ、ヤクルトちょっと似てるんですけどもね。そうですね、この山崎、井上、中村ね、まあ、この辺りが非常に状態がいいですよね、はい、ツーストライク、ノーボール、田畑は追い込みました、まあ、しかし打てない打てないと言われながらもこれだけこう打つわけですから、はい、去年とはちょっと違うぞと、違いますね、いう感じはもう持ってますね、相手もね、はい、引っ張っていきました。快音を残してレフトの前、ドラゴンズは先頭のバッターが塁に出ました。ツーナッシングと追い込みました。今のボールは何でしょうか。スライダーでしょう。スライダー、インコースからの、はい、まあ、しかし自然にバットがこう出てるっていうのはね。そうですね、ノーアウトランナー1塁、はいはい、何の力みもありませんしね、自然体ですね。そして井上です。先制のタイムリースリーベースヒットがありました。井上が先ほどストレートをセンターへ打ち返した。今初球カーブから入ってきましたね、バッテリー、はい、もうこの打席は変化球を狙っていくでしょう。変化球ですか、当然もうその緩いボール、はい、抜いたボール、こういうものを頭に入れて打席に立ってるはずですよ、そうなると引っ張らないでしょうね。そうですね、ここはね、カウントがノーツーです。ボールが先行します、はい、相手の配球を予測してもう立ってますね。そこまで余裕があるということですね、はい、外角のボールでワンエンドツーになりました。大声援が送られてます。はい、はい、この井上はね、ホームラン狙おうと思ったら狙って打てるバッターなんですね、実は、しかしそこを我慢してアベレージを残そうという、まあ、バッティングにしているわけですね、はい、ここはバットの先、ピッチャーゴロ、ダブルプレーです。ここはバッテリーがうまく攻めましたね、まあ、井上にしてはちょっと珍しくボール球というか低いボールを打ちましたね、はい、まあ、当然バッティングカウントですから打ちに行くのはいいんでしょうけど、井上のストライクゾーンじゃなかったような、そんな気がするんですけどもね、はい、ここはバッテリーが打たせました。ダブルプレーでツーアウトランナーなしです。中村を迎えます。最初の打席は犠牲フライ。中村も開幕からずっとヒットが続いています。ヤクルトがホームラン19本に対して中日は5本ですか、はい、山崎の2本、中村の2本、はい、井上の1本、そうですね、まあ、しかしこの1本1本が非常に効果的な、はい、素晴らしいホームランばかりですよね。ですね、とにかくこの中村の2本は鮮烈でした、はい、満塁ホームランもありました。武田が投げているところでしたね。そうですね、横浜戦、はい、2打席連続打ちましたけどね、はい、まあ、驚きました。先制のホームランとそして満塁ホームラン、はい、山崎も満塁ホームラン打ってますから、その5本のうち2本が満塁ホームランですからね。ここはカーブでうまくカウントを稼いで2-2、
田畑も一回り目までは全くこのカーブを挟みませんでした、このカーブは決まり出しましたね、はい、緩急をうまくつけています。ツーツー、まあ、これは古田のリードですからね、はい、当然そのカーブを2巡目に織り交ぜて少し意識をね、これバッターにさせてるわけですね、はい、ここもカーブで攻めますが、あ、スイング取られました。中村はがっかり、一塁に向かいかけましたが、ここは田畑が3人で抑えています。無得点です。